い、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第148回をやっていきます。今回は失業率というテーマでやっていきます。で、その国の経済がどういうふうになっているかという時に一番参考にされるのが GDP というのは説明しました。国内総生産 GDP ですね。例えばその日本の GDP が例えば昨年に比べてプラス 2% でしたということであれば、1年間で 2% 経済が大きくなったというふうな見方をするということですよね。でこれは前回以前説明しました。ただ実際その国の経済がどうなっているのかとか、景気が、ね、悪化しているのか、それとも回復しているのかっていうのは、いろいろな指標で、見るんですね。こういろんな角度から見るわけです。で GDP っていうのが最重要指標ではあるわけですけど、これは万全万能の指標ではないので、いろんな指標の中から、ね、この指標によると日本経済というのはこういうふうになっていると、景気は悪化している、回復していると、こっちの指標から見ると景気は改善しているとか悪化しているとかっていうふうに、こういろんな指標を総合的に見るんですね。その時の一つの指標としては失業率というのを見るわけです。で失業っていうのは基本的にどういう時に増えるかっていうと、総需要の減少ですね。経済学の前提っていうのはこれですから、需要と供給の関係ですよね。で需要が減った、ね、それを必要としている、もしくは欲しいと思っている量が減った、そしたら当然供給も減らすっていうことになりますよね。需要が減ったら供給も減らすと。ってなると結局生産力を削減するってことであれば、解雇というのも増えやすくなるので、結局失業率が上昇するというのが一番基本的な考え方ですよね。でそれを言い方を変えてひっくり返すと、ね、需要が減って生産力が必要なくなるから結局その失業率が増えるっていうのを言い換えると、失業率が上昇したってことは景気が後退したってことなんじゃないですかということですよね。例えば日本がアメリカの景気っていうのを見るときに、アメリカの GDP はこうですと、でアメリカの失業率はこうなってますと、ってことはアメリカの景気っていうのはね、後退してるんだ、もしくは回復してるんだっていう、そういう指標の参考にするわけです。アメリカの失業率っていうのがね、よくこうニュースとかで出るのは何でかって言ったら、失業率っていうのからね、経済とか景気っていうのをこう推測するっていう、ね、傾向があるからですよね。で失業率が上昇しましたって聞いたら、景気が後退したのかなと。逆に失業率が下降しましたっていうことでいけば、景気が今回復してるのかなっていうふうな参考材料というふうになるわけですね。これも絶対ではありません。やっぱりこう一つの基準っていうか考え方なんですね。なんでかっていうと、ね、今の場合は、ね、企業はね、どんどん順調だったとしても、それに伴ってね、必ずしも雇用を増やすっていう時代ではもうなくなってるんですよね。一つはそのね、もう日本、世界も日本もね、歴史から学んで、結局ね、こう調子がいい時にどんどんこう固定費を増やしてしまうと、後ですごくこう痛い目に遭う。景気っていうのがね、理論的にはですよ、実際はこうならなかったとしても、理論的にはこう景気っていうのは循環するものなので、人っていうのはいい時はなんかずっとこのいい時がこう右上がりで続くような気がするんですよね。ってなった時に、その感情のままだと、ね、今こんなに調子がいい、だったら来年はさらにこうなって、さらにこうなって、こうなってっていうふうにこう考えがちになるわけですけど、実際私たちっていうのは歴史から学んだ時に、ね、例えば世界恐慌とかリーマンショックとかね、いろんなことをこう体験してきている中 で必ずしも調子がいいからってずっと右上がりっていうことではないわけですよね。理論的には景気っていうのはこう循環するっていうのを知ってたとしても、人間の感情としていい時はもう右肩上がり、悪い時は右肩下がりっていうふうにこうね、推測するっていう傾向があるので、だから良かったとしても、ね、そこでこうどんどん固定費、例えば土地、建物、それから人を増やすっていうことをね、こうやったら逆にその固定費が負担になるんじゃないかっていうことがあるので、儲かってて景気が企業として儲かってて利益が出てたとしても、その利益を今ねこう確保してこう剰余金としてこう貯めるっていう傾向があるんですよね。結局こう資産負債資本で言った時に、純資産過去
去の20世紀だった場合は利益が出たらここに投資してたわけですよ。土地建物機械設備もしくは人ですよねって言ったのにこう投資してたんですけど、今はどっちかっていったらここにこう留保するっていうね、ことが増えてるんですよね。企業としては調子がいいにもかかわらず投資に積極的にいかない、ここにどん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 こう内部留保を貯めていくという、そういう傾向があります。だから必ずしもね、失業率が変わってないからって言ってその景気がね上がってないとは言い切れないところがあるんですよね、今はね。しかも21世紀になってね、こうインターネットっていうのが発達したことによって、こう外注ですよね、アウトソーシング、これがすごいこう盛んになってるんですよね。こう単発的な仕事だったらこうね、こう一人の人をね、こう長期でこのその人をね5年10年20年で採用してっていうよりも、単発の仕事をどん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 ね世界中にね、例えば日本の企業がもうこの仕事やってくださいということで、こうインターネットで世界にこう仕事を出すっていうのがものすごく簡単にできるようになったわけです。なのでね、人を長期的にね、もう自分の会社で5年10年20年働いてくださいっていう雇用を増やすというよりは、まあ、この仕事はもうね単発でいいと、ね、いうことであれば、その都度その都度仕事そのものをどん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 外注していく。そうすると世界中の中で例えば家とか自宅で仕事をしている人がね手を挙げて、じゃあその仕事をやらせてくださいということで、インターネット上で仕事のその受注っていうのが完結するということも増えてるわけですね。なので、だから企業が必ずしもね、儲かったからといって、経営がいいからといって失業率の改善に向かう、要するに雇用をどん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 増やしていくっていうのは一概に言えなくなってるんですね。だからそういった意味でこう経済学の理論っていうのがね、どん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 こう効かなくなってきてるんですけど、とは言ってもやっぱ基礎基本を知った上で例外を知るってことが大事なので、今話してるのは例外なんですよね。こう理論の外を、まあ、今ちょっと話をしたんですけど、一応理論ね、論理的にはこういうことが原則だと、これが原則と、でそれに対して今実際そういう例外も実際にはもうな、ね、見れるようになってきてますということで、まあ、知識を整理していくっていうことがいいのかなというふうに思っています。ね、ということで、まあ基礎基本の理論に戻るとね、需要が減ったら供給も減らしますよねってなると、当然その解雇が増える、失業率が上昇しやすいということです。って言った時に、経済指標を見た時に、もしどこどこの国の失業率が上昇したっていうニュースを見たら、普通はその国が景気が後退したのかなっていうふうに見るのが、まあ原則ということですね。絶対的に正しいとか合ってるってことよりは、まあ、そういうふうにまずは見る、まずそういうふうなところから考え始めるということです。失業率が下降したって聞けば、その国の景気っていうのは今回復局面にあるのかなっていうところから考え始めると、まあ、それがこう原則であり論理的な、まあ、筋道だということですね。はい、そしてフィリップス曲線というのを今回は紹介したいと思うんですけど、インフレ率と失業率の関係を表すグラフということですね。インフレ率、縦軸がインフレ率、横軸が失業率ということです。インフレっていうのは前回この講義の一つ前でやったんですけれども、物とお金の交換で、結局そのね、お金、そのどん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 市場、商品サービスを購入する市場をお金を回ってる、市場を回ってるお金の量が増えました。でってことは交換できるお金が増えているので、じゃあ物の値段も上げてもね、大丈夫なんじゃないですか。ね、お金が100回ってたのが200回るようになりました。ってことは200お金が回ってるわけですから、で 交換できるものの値段も200にしても、ね、大丈夫なんじゃないですかっていうのがこのインフレですよね。でインフレ率が高い場合は、ね、結局こう市場をどん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 お金が回ってる量が増えてる場合は失業率っていうのは低いということですよね。で逆にこのインフレ率が下がってゼロに近くなってくると、まあ、こっちゼロでこっちはマイナスですけど、ゼロに近づくと急激にこうね、こっから急激に失業率っていうのがこう上がると、まあ、そういうグラフですよね。インフレ率が高い場合、要するにこうお金がどん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 市場を回っている状態の場合の時は失業率っていうのは低いままなんだけど、それがゼロに近づくと急激に失業率っていうのはこう拡大していくと、まあ、そういうのを示しているのがこのフィリップス曲線というものになります。
はい、ということでインフレですね。要するにこう市場を回っているお金が増えているという状態、昨年に比べて今年はお金が、ね、市場を、たくさん回ってますよという状態の場合は失業率が減少すると、まあ、雇用が改善したということですよね。なんでかっていうと、まあ、企業からするとね、インフレだと実質賃金が下がるからということです。ね、あの結局例えばある、ね、あの1人の人を採用したらね、給料20万円払っていると。企業が1人の人を採用しました。じゃあその人に20万円払いましょうとしたときに、ね、もう額面はね、数字上は20万なわけです。でもインフレってなると市場全体が回ってるお金が増えるわけですから、市場全体が回ってるお金が増えるわけなので、ね、数字が20万のまんまだったら実質この20万っていうのは実質賃金は下がってるわけですよね。こう全体は増えてるのに本人個人の数字は変わってないわけです、ね、全体は変わってるのに本人はキープだから実質下がってるってことなんですよね。もしこれが 2% 上がったんだったら個人も 2% ね、あ上がって初めて給料っていうのは価値、給料の価値は同じなんですよね。全体が 2% 上がってるならば本人個人の給料も 2% 上がって初めてその価値は同じなわけですけど、全体が上がって本人の額面は同じであったら実質下がってるということになるわけです。だから企業からすると、まあ、払う賃金がね、額面は一緒ですよ。額面は去年も今年も20万で同じなんですけど実質下がってる。要するにこう景気が良くなって自分の会社が儲かりやすくなっている状態で同じ給料の額を出すってことは実質賃金が下がってるから、まあ、採用しやすい、雇用しやすいということですね。で逆にデフレですね。デフレっていうのは、まあ、この図と逆で結局市場を回ってるお金が減ったってなるとものですね。ね、今まで200のお金が市場を回ってたのにそれが100しか回らなくなったと。でだったら200で、物の値段が固定してたら売れないので100まで下げていく必要があるということですよね。これがデフレというものでしたけれども、デフレというのは失業率の減少を意味すると、つまり雇用の悪化と、あ、ごめんなさい、失業率の増加ですね。失礼しました。失業率の増加と、で急激にインフレ率がゼロに近づくと急激にこうインフレ、あの失業率っていうのは増えますけれども、失業率は増加、雇用が悪化ということになるわけですね。インフレ率が 0% 近くになると失業率が急速に悪化すると、これがフィリップス曲線というものになります。だからまあデフレっていうのはその、ね、景気に対して良くない良くないっていうのはまあこういったところから来てるわけですね。だからその経済学 の, その基礎基本の原理からするとそういったことが言えるということです。で実質賃金が上がると、今度はお金回って、まあ、あの市場を回っているお金が減っている、そして企業が儲かりにくくなっている、その中で同じ額面の20万というのを出すと今度は企業にとっては負担が大きくなっているわけですよね。市場を回っているお金が減っている、で企業は儲かりにくくなっている、でも去年と同じ20万円を出さないといけないということは、実質賃金が上がっているから企業の負担が実質上がっているということになるわけです。なおかつね、失業率が上昇したってことは今後景気はさらに後退していくんじゃないかっていう予測が立つので、だから失業率っていうのがぐわっとこう増えやすくなっているということですね。これは基礎基本、経済学の原理原則ということになります。ただちょっと途中で言ったんですけど、今はねこの経済学の理論っていうのがね、やっぱこう通用しなくなっている、こうそかあの経済っていうのが感情で動くっていうのとインターネットの発達っていうのと2つの要因で、ね、この理論っていうのがね、まあ、通用しなくなってきてるわけですけど、ただ、ね、通用しないからといって原理原則を知らないで通用しないっていうのを知ってるのと、原理原則は知った上でこれが基礎基本でその物事を考える筋道だとした時に今ねどういったことが起きてるんだろうっていうのを見るのでは全然違いますので、まずは基礎基本ということで確認していただいたらいいと思います。失業率が上昇したっていうニュースを聞いたら景気が後退したのかなっていうのからまず最初は考え始めると、考えのスタートとしてそういうのを持ってくると、失業率が下降したっていうニュースを聞いたら あの国は今景気が回復局面に入ってるのかなっていうところから考えをスタートすると、まずそこから考え始めて、もしそれと違う、ね、何か現象が見られたらなんでっていうのを考えていくということですね。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。
はい、最後までご視聴ください。感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。